株式会社岡本工作機械製作所のブースでは調整蜜成形検索版 UPZ52LI とこちらグラインドセルフという多関節ロボットですね、こちらの共同ロボットを用いた検索版の自動化の提案を行っております。こちらはですね、砥石交換とワークの自動交換、それとハンドを交換する必要がありますので、ハンドの自動交換を行っております。こちらですね、グラインドセルフの方は台車方式となっておりまして、昼は人間が検索盤で作業をしていただいて、夜ですね、帰るときにこのロボットを台車で持ってきていただいて、動かしていただく、それで、1日24時間工作機械の方は動くというような自動化の提案を行っております。またですね、こちら QR コードのところがついておりまして、ビジョンカメラで確認することでこの台車の傾きも自分で補正をするというようなことができます。ワークの自動交換では、エロアのチャックを使ってこちら、自動交換を行っております。またですね、小型のロータリードレッサーを新たに開発しまして、テーブルレイアウトを小スペースにすることも、実現いたしました。あとですね、こちら、技研というところですね、我々のグループ会社となっておりまして、神奈川にある、岡本工作機械製作所のグループとして、ロボットのシステムインテグレーターも行っております。ロボットの方は技研、検索版の方は岡本で共同の今回展示を行っております。